有規模で何か物を見るみたいな意味で、大規模な風景とかそういったものを届けたいなというふうに思って写真家という道を、ね、選びました。自分自身できることっていうのはいくつかこうピックアップするとね、こう自然の中にはどこまでも入っていけますし、自分の持ってる能力っていうのを生かして人にどんどん届けていくっていう意味で、自分自身の命を最大限使うって考えた時に一番こう能力を発揮できる道かなというふうに思っていますけどね。ムースの足跡をたどって歩いています。見えますかね。これがムースの足跡です。生き物たちの命っていうものが見える瞬間っていうのが